本当だ、紫陽花だね、それは。うわー、綺麗。ほら。ねえ、さつきと。何が、レンゲ？いらっしゃいませ。うわー、綺麗だね。もう立派、白が綺麗だ。純白で、すげえ。これなんてさ、すごいね、弱いね、素晴らしいね、これ。こっちがまあちょっと咲かなかった。これも色いいじゃん。こうやってさ、ね、色がさ、これもう最優秀だ。すごいね、これね。すごいじゃん。名木、大きい方だ。紅花。じゃあ小さい方だって。あ、紅花、紅花。優秀、優良賞。ああ、すごいね、切れてるんだね、花びらが、紅花。この人いくつも出してる。うん、さっきも見たね。これもね、色がこう、いろんな色があっていいね。一緒。これすごいね。これも最優秀。ほとんど同じ人が出品してる。これはいい色だ。咲くとあれだね、だんだんに咲いていくのか。これが名花。これ優秀なんだ。こっちは凡庸、凡庸若木。ほんとこれから咲くね、つぼみがいっぱいだ。ほんと綺麗だね。花びら落っこったんだ、花が2つ。こうやって色の違うの花が咲くんだから不思議だね。凡庸の、こっちは太いんだな、幹が。年齢が、向こうは若ぼくだけど、こっちは。もうこっちは全然もう、幹がみんな太い。うん、すごいね、年月経ってるわ。こうやって染まるんだね、これがあるとさ。色、そうそう。白。つってきた。白があれになっちゃう。うん、ピンクに変わってきちゃう。一つの花の色が全部に散らばって白がなくなっちゃう、うん、月刊さつきっていうのあんだね、雑誌が。なんでもあるんじゃないの、このね、目が結構。これも素晴らしいね。こういうだけ大きくするのは大変だね。これがさ、ちょっと花見、あ、これから飲んだ、全然。うん、ああ、ほんと、つぼみいっぱいあるね。うん、色が綺麗だね。ああ、これなんてすごいね。うん、これは淡い色。すごいね、一斉に咲くんだね、こうやって。うん、それと、花が持つのかな。すごいじゃん。全部咲いてるよね。あ、つぼみあるか、ここに。へえ、すげえ。素晴らしいね、これね。大変だね、これ。まあ、これがまた綺麗だね。名木中だって。大があって、小があって。読売新聞社長に、こっちは最優秀賞。どっちがいいんだろう。これが優秀賞。やっぱ白と赤が多いんだね。ちょっと同じような、こっちはもう同じような名前なんですね。そう、これね、
小さい子。この花の数はすごいね。よく探したね、ここまで。すごいじゃん、これ。あ、これからすごいいっぱい。あ、この幹見てみな。太い。うわー、立派だね。色的には、やっぱり濃い方が苦手だよ。あ、これは。もう終わったんじゃないの、これ。かもしんないね。まあ、これも幹が太いね。いや、まだお花咲いてない。これから咲くのかな。つぼみも分かんねえな。これまで真っ青だ。こっちは白だね。これは綺麗だね。黄色っぽい感じで。ああ、これいいね。ああ、こんなしだれ。うん、そう、しだれになってるね。すごいね、あの枝が。これは花がない。これから白い。自由創作。あ、だからあれしだれもあったのか。楽人春のさつき祭り大賞だと。これもう枝はすごい立派だね。そうだ、あれだね。一週間ぐらい前になったら、その静岡市民社の市局に行って、うん、こういう状況で展示会をやりますからお願いしますと、うん、いうことでした。どうも行った方がいいだね。言ってたもんね。初めてだね。あの、うん、あんまり言うな。じゃあ開催書面を持ってさ、うん、こういう要領でやりますと、あのまだ出してる沼津のあれ出すやつと同じ要領をつけて持ってきてお願いしますと、うん、で審査をこの日にやりますから。